本日はですね、ちょっとマイクラにハードコアっていうシステムがあって、なんか一回やられるともう復帰できないみたいなワールドなんだけど、それでちょっとエンドラを倒してみようかなって思ってます。はい、一回やった？え、マイクラを？久しぶりのマイクラ配信だけど、2、3日前に見たの。はい、別バースの話してる？ちょ、別バースの話かな。別バースのヒロチン君の話してない？それ失敗したバースのヒロチン君の話してるでしょ。これは大丈夫、成功するバースだから。あの、俺がマイクラ、このハードコアマイクラ始める前にドクターストレンジが指立ててたから、ほら、ドクターストレンジの方パッと見たらこの世界線だと思って。だって失敗するわけないじゃん、このバースの俺が。今まで何を見てきたの？俺は全てのゲームをちゃんとクリアしてきた男よ。ヒロチン君がインベントリ見てる間にエンドラに殺される。え、別バースの俺がそんなダサい死に方してた？いや、そこで気づいてよ、みんな。あ、別バースのヒロチン君だ。俺がそんなんでやられるわけないだろ。いや、俺がそんなダサしするわけねえだろ。謝ってた？ちゃんと。それで死んで謝ってた？いや、俺それで謝んなかったら、正直ちょっと、別バース行って、ちょっと怒りに行くわ。最後の景色、俺のインベントリでごめんねって。謝ってた？あ、じゃあいいわ。うん。ちゃんと謝れる子だった。そう。俺の唯一いいところなのよ。悪いことして謝るっていう。うん。他とんでもない人間なんだけど、親にそこだけはやっぱ仕込まれてるから。悪いことしたらちゃんと謝んなさいって。確かに、ハバニマスじゃなくていいな。だいぶ時短になるな、これで。ヒロチンバッグおすすめ出てくる。やめてくれ。なんでこいつ？あ、え？待って。やばい。え？待って。いや、俺がそんなダサしするわけねえだろ。俺がそんなんでやられるわけないだろ。それで死んで謝ってた？偉そうなこと言ってすいませんでした。申し訳ねえでやんす。申し訳ねえでやんす。謝ったからもう一回ってことだよね。よし、やってこう。謝ったから。何が言ってんだよ。謝っただ。これ以上なんだよ。これ以上何するってんだよ。何のこと言ってんだよ。知らねえよ。謝ったろ。なんだよ。これ以上何するって。これじゃ何すれば言ってんだよ。なんだよ。やんだろ。黙って見とけ。いや、やっぱあれ、リスナーがさ、ね、みんな聞いて、リスナー。なんかリスナーがさ、2個、なんで2マスずつ掘るんですかみたいな感じで俺1マスずつにしたのよ。それじゃない、シーン。聞いて、リスナー。リスナーさんたち。リスナーにさ、言われたんだよな、俺。今28か。そうなんだよね。まあ、どっかのタイミングで。ここに？あっ、危ない！びっくりした！いや、でも鉄装備つけてるから大丈夫だよね。鉄装備つけてるから大丈夫だよ。何今の？食らいながら上から降ってきたんだけど。うわぁ、うわぁ、何これ？え、何あれ？あれ何？いけるわ。かっこいい。待て！やばいかも。ちょっと上がれ。あ、危ない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 。めちゃくちゃなんか虫の音した。いや、クリーパーに出待ちされてる。クリーパーに出待ちされてんだけど俺。俺無理だろこれ。やーねーと無理だって。え、俺この低さいらないんだけど。これもだって岩盤レベルじゃ、あ、待って。え、やば。まずい。待って待って。あ、やば。つけ！
もう声が出ないシェーが出たら終わりです。こうやったらもうシェーよ。これでシェーが出なかったらもう終わり。ほんとかー？ちょっと待って、お前ら、ダイヤマジでマイナス64か？嘘！ほんと？俺こんなやつ見たことないって。こんなやつ見たことない、俺こんな硬いプイス見たことないって。ちょ、マジで本当のこと教えてくれ。本当のこと教えてくれ。俺こんな鉄で壊せないやつ見たことないよ。あ、60から、あ、59なんだ。あ、そうなんだ。あ、60から岩盤なんだ。なるほどね。じゃ、ここずっと掘っていこう。バレンタインチョコとかもらってたのも小学校が最後だったな。あー！危ねえ！びっくりした今！マジで雑談してた！危なー！ケーキかと思った俺なんか。熱いって！熱いって！届かんって、ちょっと待ってそれ。熱っ！どこまで燃えんのこれ。は？待って。やば、マグマってこんな燃えんの？岩盤に沿わない方が確率上がらない？あー、確かにそうだな。岩盤が60から混じってくるから、混じんないちょっと上、やった方がいいのか。わ、それは気づかん。言うの押せよ！確かに。いや、俺、それ気づかんかったな。確かに。だから54にしろって言ってなかったね。言ってなかった。今ほど言ってなかった。なんかその、ダサい日本人みたいなことしてるわ。うちのリスナーが。あ、なんかみんなが言い出したら、いや、やっぱそうだよねー。やっぱそうだよね。俺も思ったんだよなー。ヒロチー君が59掘ってる時に俺も思ったんだよな。けどさ、なんか周りが言ってなかったから言ってなかっただけでさ、やっぱそうだよなーって。みんなが言い出したらそれに乗って。ほんと嫌な奴らだぜ。いや、お前、ヤフコメとかお前らだろ。ネットニュースの記事になんか誰々が不倫。え、誰やこの人ってコメントしてんのお前らだろ。虫けらがよ。これ虫けらリスナーどもがよ。なんでこれレッドストーンばっかなの？何あれ？何ここ？初めて見た。あ、炭鉱かな？何ここ？あ、ダイヤだ！おい、ちょっと待ってくれ。おい、めっちゃ怖すぎるだろ。ここ来た瞬間、みんなが、やめて、逃げてしかコメントしなくなった。あの嘘つきどもが、怖すぎるって。怖、何ここ？何ここ？逃げて、やばい、撤退。怖すぎる。あの嘘つきたちが一斉に、逃げて引き返せ、逃げろ、ガチで逃げろ、ガチで死んでしまう、やばい頼むから逃げてでもダイヤがさ、でもダイヤがあるかもしんないのよ。これ外側だけ見さしてよ。別に中、やばい、まずい、危ない。やばい。普通にシンプルやばい。待って。待って。待って。落ち着け。まずい。来たら水負けって言われてるのを俺ちゃんと実行したじゃん。なんか俺の水細長かったのよ。なんか細い琥珀川が琥珀川しか流れなかったんだけど、あれは何なん？え、その俺こうやってたんだけど、俺ちゃんと顔もほぉってほぉって一応水撒いて細かったからこうやってたんだけど、俺やっぱ横から殴られてさ、何も防げなかったんだけど、あれ。